小学校から合わせると13年間柏レッドにお世話になりました。本当に今までありがとうございました。ありがとうございます。違うチームに行ってもやっぱ柏レッドは一番大好きなチームなので、ずっと応援よろしくお願いします。応援していきたいと思います。続きはブログで報告します。